ないな、半魚人には。ラグーナ、何をヌリヌリしてんの？いつも保湿クリーム、肌乾きやすいから。それよかさ、フランキーって子に会いたくない？早く。てか後ろどこに来てるんだろう。だから後ろ。迷子じゃない？後ろだと思いますなーに、さっきから後ろ後ろって。はじめまして。だからはじめましてって。なんで、なんで後ろにいるかな。すいません、糸が絡んで。ほんとだ、糸で体を縫ってあるんだ。フランキーな。フランキーさんですね。あっちゃ、こんがらがってるよ。これ切るしかないっしょ。クラウディン、うん、これこれ。ねえ、この糸噛み切って。もうクラウディンたら、肉食系だからああなったらしばらく手に負えないんだ。はあ、そこで死んでるのがグーリアね。死って。ああ、ゾンビなので気にしないでください。ちなみに私はペットのフーツアロット教。ラグーナはお肌の乾燥に弱いの。半魚人だから。保湿クリームのお風呂ってこれが普通なの？私まだ生まれて15日だから何も知らない。若い。私なんて1599歳。私たちきっといい友達になれると思うな。友達で、何？いいとこは褒め合って、イケてないとこはダメ出しして、共に生きがいをホンホンと感じ合い。恋や悩みを隠すのは水臭い。それがモンスター友達。なんだこれは。私はドラキュローラ、ドラキュラの星さん。よくこれで1599年も生きてるね。よろしくね。あ、切れた。1599歳。コーデポイントはビビットなロマンチックピンクとナイトブラック。コウモリとハートがお気に入りのモチーフ。今日の授業はズバリハロウィンについて。透明先生の話眠い。やった、モンスターソースで今年のハロウィンカウントダウンしてる。ハロウィン、生まれて初めてのハロウィン、ワクワクしちゃう。ハロウィンには焼肉ショー。お肉焼いたり。お肉超ある本当に。どうしたの。ごめん、ドラキュローラ、チーとか肉とかマジ勘弁だったよな。ドラキュラなのに血をすっかり。しません、めっちゃベジタリアンだから。グリア、一緒に肉など。あ、死んだ。ゾンビのそばに火は困ります。体内の微生物が活発に作用して腐敗が急速に進みます。セリフなんか死んでしまいます。しゃあない、一人焼き肉行きます。ハロウィンには回転寿司だよね。生きのいいお魚とか。いつか回らない寿司も食べないよ、ラグーナ。夢だね。やっぱり聞いちゃいねえし。ここテストに出ますよ。ハロウィンの夜、モンスター界と人間界をつなぐ扉。最高のコーデを選
ランディアユ。クラウディーンはモンスターハイの発祥リーダーなの。任せて安心。保湿保湿。あ、ハロウィンのカウントダウンが。うわあ！なんか光ってる。光ってる。私の鏡。ドラキュラって鏡に映らないんじゃん。気分気分。てか。うわナイルメラメラ。怖いけファッションチェック。私フランケンシュタインの娘のフランキー。まだ生まれて15日だからいろんなことに興味津々なんだ。ファッションポイントはタータンチェック。プレッピーコーデにスタッツをプラスするのがオシャレのポイントだよ。海より深い子はレプリだね。どうしたのかな。おい、ワオ、肉食系のあんたが、ワオワオ、しかも相手が人間、ワオ、いつの間に、ワオ、安心だ、ワオ、恋バナだ、恋バナ来た、恋ってなに、よく走るな。ハロウィンの時人間界に行ったっしょ。ねんで、ちょっちょ美味しそうな男の子いてさ、それって恋なの。で、デートしたっしょ。最初は軽い気持ちだったけど、デートするたびに心がときめくっつうか、チーワキ肉踊るっつうか。そんな時間あった。恋って不思議だから。恋って何。愛があればモンスターだって人間だって。人間って太陽の下でも動けるくらいパワフルだよ。そこがいい。ボルトもないんだよ。もっといい。キサロで全身ジリジリ焼くんだよ。カサカサだよ。だからいい。死んだら人間はおしまいですよ。すごくいい。ね、どんな彼氏なの。イケメン、お金持ち、美肌。彼写真送ってくれたんだ。顔は超ワンキン。顔はシックスパックで、顔はなんだ、肉に恋してるのか。肉食系だしね。違う、本当だもん。モンスターだって恋する乙女、モンスターだもん。待って、クラウディ。私、人間界に彼の元へ行く。落ち着いてクラウディ。私たちは恋ってすごい。私、本当に彼のことが大好きだった。クラウディ、ダメ。だからダメだって。人間界への扉はハロウィンの日にしか開きませんよ。え、しかも同じ場所に行ける確率はほとんどないって先生が言ってたし。じゃあもう彼には会えないの。わお、そしてクラウディーンの恋は終わりました。瞬殺でした。早く立ち直ってクラウディーン。心配いらないよ。泣きながらお肉食べてるし。さすが肉食系。怖いけファッションチェック。私は狼男の娘クラウディーン。自慢のヘアはボリューミーにセット。好きなカラーはワイルドセクシーなクイーンパープル。ミニスカからのチラ見せコーデがポイントっしょ。M-O-N-C-E-R
ナイスなクレオデナイルである。なんとも一応ね。おお、クレオ様、我らが光、この世の全てはクレオ様のためにゃろ。ヒセット、金粉はもう良い。やろ、ゴージャス。無駄にね。溢れる財力、輝く美貌、ミイラの娘、これすなわちクレオデナイル。愚かな軍、いや愚モンスターたちよ。あんたもモンスターっしょ。先のハロウィンパーティーで一番目立ち優勝などしよったな。そうそう、人間界でね、素敵な夜でした。私ら最高に怖い系だったしね。保湿だよね。それが許せぬ、煮えたぎる。私よりも目立つなんて。ジェラシー。そうかも、落ち着いてくれよ。あなただって最高に。クレオ様、お静まりくださいにゃろ。そこで、なんじら私と勝負なさい。いえ、前にやってるし。勝負って。勝ったら肉くれる。クリームてんこ盛り。フランキー、なんじとの勝負はドキドキ。やる前からクレオの勝ち。生まれて数日のモンスターなど5842歳のクレオデナイルの足元にも脇元にも及ばぬわ。次はラグーナ、なんじとは美肌勝負。ラグーナは保湿クリームのお風呂に入ってるから。クレオ様、こやつのクリームをホイップクリームにすり替えておきましたにょろ。ご苦労。甘すぎるよ。クラウディーン、なんじとはファッション勝負。望むところだ。ファッションリーダーの私に挑むとは。満月にょろ。あ、やめろ、満月だ。さあ、ドラキュローラ、何時とは何ズバリどちらが目立つか。微妙な。また派手なこと。え、何。おはよう、クレオ。おはよう。苦しゅ、ナイル、ナイル、ナイル。あ、私の勝ちね。では授業に参ろうかしら。悔しい、ムカケ。クレオさん、ますます輝きが。あ、そうだ、クレオ、写真撮らせて。やっと私の美しさにひれ伏したのね。うん、もっともっともっとクレオにひれ伏しなさい。すごい、クレオの光で自撮りするとゴッツ映える。素敵、美肌。うん、クレオナイト最高。怖い系ファッションチェック。このクレオの永遠なる美貌をより引き立たせるにはセレブゴールドのアクセサリーがポイントのゴージャスコーデ。黄金にも負けない輝きがこのクレオにふさわしいわ。真似できるものなら真似してごらんなさい。引っ越し、南の海へ。なんだ、じゃお別れだな。びっくりした。もっとオーライ。すごく死んだ。どういうこと、お別れって。なんでファイ。うん、その方が幸せかなって。バカ言うな。モンタム協定はどうなる。怖い気連合は解散。モンスターハイある限りモンタムは永遠ダメージ近くじゃん。そのやりだっけ。マジよ。こっちが保湿クリームで、こっちも保湿。ちょっといいか。いっぱいいいよ。これやるよ。私のヘアとお空のウィッグ。南の海でもセクシーでな。いいの、ありがとう。天然氷あげる。いいの、ありがとう。ゾンビの腐敗微生物です。腐らせたいものに触れかければ、あっっていう間にグチグチです。いいの、ありがとう。これがあればどこかちぎれてもすぐ縫えるよ。いいの、ありがとう。おう、あげる。昼はお昼寝、夜はおしゃれに重宝するよ。いいの、これ大事な。ぶっちゃけ大事だけど、私たちのこと忘れないでほしいなって。ネプチュノもプレゼントに大喜び。え、プレゼントを引っ越しするラグーナに。うん、ネプチュノだけお引っ越し。ネプチュノはピラニアで、なんでもパクパクおいしいね。だけどお別れだよ。じゃああのトラックは。これはね、ネプチュノのご飯だよ。キュッパ。南の海も
まで遠いからお腹空いちゃうもんね。もしもし、 This is Laguna speaking。 お見合い相手の熱帯魚くんが結婚はなしだって。食事が違いすぎだって。ネプチュナはピラニアで、なんでもパクパクおいしいね。お別れなしだよね。あのさ、さっきのプレゼント、ありがとうね。ネプチュナもお引っ越ししないし大事にする。ラグーナ、やっぱり小相手ファッションチェック。ラグーナは半魚人の娘なんだよ。コーデポイントはシーグリーンとシャボンブルー。ゆるふわヘアで決めちゃうよ。あ、キラキララメ保湿クリームも忘れずにね。ブラックカーペットのコーデ、ブラックカーペットを歩く者だけが着ることを許されるコーデ、それを着たからにはブラックカーペットを歩いてもらいましょう。スペクトラってすごく変わってるね。背景黒いし。なんだってゴーストの娘だからね。モンスターソースの管理人でもあるんだよ。いろんなところを通り抜けて情報を集めてるしね。お話し続けてもいいかしら。はい、はい、どうぞ。あなたたちがこのブラックカーペット歩く姿を取材させてほしいの。もし歩き切ったらそのコーデをあげます。くれるの？ただで？そんならサクサク歩いちゃおう。すごい、このコーデ着て歩いてると自分がすっごくイケてる気分になる。なる。私も歩いて。ちなみにこのカーペットを歩く時のルールは、何？どうしたのフランキー？このカーペットを歩くときね、決して振り返ったり止まったらダメなんだって。どうなっちゃう？一生行けてないモンスターになっちゃうの？振り向かず止まらず歩き切る。そうなの、行けてなくなるのは嫌でしょ。しかも歩き切ったらそのコーデを。おいしい。こんなところにお肉が。肉、振り向かない。このボルトはフランキーさんの？振り向きません。透明先生の恋人をスクープしました。見たくないから。おや、これは珍しい。二度と見れません。なんだろなんだろ。パパいいだよね。いいな。どうした？もう少し、もう少し、もう少し、もう少し。やった、歩き切った。私らイケてる。おめでとう、最高にイケてるわ。記念写真撮らせて。ほら、こっち向いて。首がバキバキで動かないし。見たよモンスターソース。あの3人イケてね。せっかくのブラックカーペットがね。かっこ悪。怖いけも大変ね。怖いけファッションチェック。私、ゴーストの娘のスペクトラ、モンスターソースの管理人です。コーデポイントはアダルティブラックとナイトレッド、シースルーファッションがお気に入りです。
気象ハルマゲドンドお天気お姉さん助けて。グリアは寒くない？ゾンビ的には腐らなくて助かります。でも私は寒々です。いいな、私も生まれ変わったらゾンビに。死んでるけど。もうダメ、帰る。みんなも帰っちゃったしね。乾燥も嫌だけど凍るのも嫌だね。アビー、誰？転校生。寒いのに。オラ、イエティの娘アビー。寒くて気持ちいい。イエティの娘アビー、気持ちいい。オラ、学校さ初めて、なんでも珍しい。すごい、ゴグワン。まさか、この氷の原因ってアビー？だ、だってちょっち困ったね。保湿クリームがほらアイスクリームに。あ、オラ、迷惑？いやいや、迷惑？いや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 。そうか、やっぱ迷惑か。オラ、山崎エルだ。待って、アビー。離せ、こっちまうだ。せっかく出会えたんだから。ドラキュローラ、危ない。モンスターハイで思いっきり最高のハイスクールライフを一緒に。ドラキュー、すごいです。ガンデッション、やばいっしょ。しっかりしろ、ドラキュローラ。ドラキュローラ、私の誕生日なんて忘れてるの。忙しいです。忙しいっぺ、忙しいっぺ。そこのピンクのスイカ頭、何をしょげておる、嘆いておる。別に、よくわからないる。ハッピーバースデー私。そう、今日は私の1600歳の誕生日なのに、やりのお祝いしてくれないなんて、そう思いだよ。仕方ないからさ、自分でケーキ作ったりしたけど、一緒に食べてくれるモントモもいないなんて。こうちゃったらくれちゃる、ダサいけどチースっちゃる、ガーリックソースもおいしゃまる、日光浴してハイになっちゃる。眠って力強く引きこもって。ん、何これ、これを着て教室へ。ん、お祝い特集よ。でもって私たちからのバースデーケーキ。私からはお肉のケーキ。つぎはぎケーキはいかが。お魚のケーキピチピチだよ。酸味の効いた腐りかけケーキでポンポン。オラのケーキドライでクールだっぺ。おっちゃん、ダメか、どうしたの。嬉しいよ。
みんなの心のこもったケーキで祝ってもらえるなんて最高。ありがとう、みんな最高のもんとも。さて仕上げに1600本のろうそくさして、火つけて封してもらおう。やめて、せっかくのケーキが燃えてる。1600本立てるっしょ。めでたい吸血鬼娘よ。何時の子何時の好みに合わせたケーキをあつらえてやったが、わらわが食すとしよう。ありがとう、プレオン。こら、呪うぞ。ドラキュラ、やっぱ持つべきものは最高のモンともだね。1600歳のおめでとう。小分けファッションチェック、コーディモチーフをプラスしたロマンティックなバースデーコーデだよ。私は月とパープルのシックなタキシードコーデ。縫い目モチーフにワンショルダーミニドレスも可愛いでしょ。小分け「ゆるふわサワーラグナブルー」「頭脳派が